本殿もあるみたいで、そうだ、せっかくだからちょっと本殿もお参りしていきましょう。うわー、しんどさあ、では二本神社、おお、すごい風だけど、ちょっと中回していきましょうか。あ、横から入る感じなんだ、へえ、面白い構造ですね。で、生活を守る神々、いろんな神々が、稲荷、糸前とか、これ多分漁業でしょうね。で、呉服、福、五彩、恵比寿さん、商売繁盛で三部、ですね。子供の守り神、何でも叶う叶え馬。叶え馬。うちのチャンネルの登録者数100万人とかもいけますかね。神話ちょっと叶えてもらいましょう。あ、馬さん、お馬さんが中にいるんだ、ちょっと映ってないかもしれませんけど、さあ参ってきましたけどね。ただこれ子供の願い事なんだって書いてあるんですけど、大丈夫ですかね。こんなおっさんだと無理かな、年齢制限引っかかったかな、っていうのは心配ですけど。で、あと本殿がこちららしいんでね、本殿の方ちょっと参りましょう。よし、今度もお参りさせていただきましょう。お祓いもしましたし、よいしょ、はあ、なんかいろんなおみくじあるんですね。キャッツアイ石入り、キャッツアイ石入りとかすごいな。おみくじ、トンボ玉みくじ、かわいいトンボ玉目つきがどれか一つ入っています。面白いな、キャッツアイっていいですね。キャッツアイし、なんかネーミングがいいですね。これいってみましょうか。じゃあね、200円ね、入れましょう。これは上にあるのがいいですかね。キャッツアイし、おみくじ、ちょっと風も強いですから、開けるのはね、後にしましょうか。いろいろあるんですね。子役観音やら、社会を守る。すごいですね。ジャンルごとに塔が分かれてる感じなんでしょうね。なんか、役所の、庁舎みたいですね。ということで、何やかやしながら前まで来ましたんで、ここからまたずっとまっすぐ行ったらさっきの、バス停の方まで行きますからね、それで行きましょう。はあ、じゃあね、戻ってきましょうか。この道をまっすぐ行くと、またさっきのバス停の方にね、戻れるってことなんで、まあ30分に1本ですからね、まあこの手のね、移動にしてみたらバンバンうざいなレベルで風が走ってますからね。よいしょ。さあ、で、あとあれなんですね、やっぱ清水屋でエスパルスのね、ユニフォーム着た人とか多いなとか思ってたんですけど、今日日本代打でエスパルス試合らしいですね。それもあって、エスパルスユニフォームの方が多分いつにも増して多いんじゃないかなということですね。塗装屋さん、あ、船の塗装をする塗装屋さんっていうのがあるんだ。なるほどな、まあ需要ありますでしょうね。あ、そうか、ここが営業始まったんだ、うん、さっき食べちゃったからな。よいしょ。あれ、こっちでもやってんだね、生クリームパンって。
今からでしょうね、三保の松原の方にまた売りに行くんでしょうね。しかし雨が降ってくると大変だね、これも台車だから。で、三保神社入り口です。で、バス停まで戻ってきましたよと。今何分だ。今時刻が28分、12時28分。あ、閉まった。23分行った後か。次3分までないんですね。せっかくやからちょっと30分近くあるんで歩きましょうか。これ巴交通なのかなと思ったら、これで宇土交通って読むらしいですね。へー、じゃあね、宇土交通からね、始めていきましょう。すごい風ね。すごい風が強いけど。すごいですね。居酒屋ブス。ブス。すごい名前やな。気になる。あー、いわゆるカラオケ居酒屋みたいな感じなのかな。へー、おー、風がすごい。あ、ここで日本の松原に行く。なんだっこ、直接こっちから歩いてきたらよかったんだな。ここをまっすぐ行ったらもう行けるらしいわ。なんとこのレストランもあるんやね。ああ、またちょっと当たってきたな。またちょっと降ってきたな。結構ここが杏林道、なんかこっちに来るとよく見ますよね。これレモンと杏林道はなんか静岡って感じがしますよね。うわー、降ってきた降ってきた。くじりましたね。ここさては屋根がないな。ここはタクシー港。これで、何かが、あ、でもなんかここから本数増えてるぞ。白浜町、誰か散歩に増えてますね。やった。あ、市立病院の方に行くやつもここから入ってくるんですね。で、そうすると35分、今35分やから12時34分、12時44分、あと10分も経たずにやってきますね。
よし、これを待ちましょう。いやしかしあれなんですね、こんな先のところにマックスバリューあるんですね。清水美穂店、こっちはもともとがもともとマックスバリュー東海ですから、そう、こっちの、ね、旧ヤオハンのこのマックスバリュー東海が、三重の方も、ついに制圧をしたというような形ですからね。うわ、すっげー降ってきた、最悪。やべえ、めっちゃ降ってきた。